石の養蔵から高槻大阪府高槻警察大阪府の高槻警察署の署長および交通課長にお願い。高槻の自転車の交通違反が非常に多い。大阪府警の110番でも何回か自転車の取り締まりを申し込み、高槻警察署にも伝えておくということであったが、一向に効果が上がらない。また高槻警察署の交通課にも申し込んだが、効果が上がらない。自転車が右を通行するか左を通行するか分かっていないのか、意識して無視しているのか知らんが、左右を自由に自転車が走る。10台に1台は少なくとも走る。それから夜の無灯化、高槻は割に平地部は自転車交通が盛んである。通勤者は自転車で通勤する。夜暗くなって会社から帰る頃、まあ今なら6時ぐらいから9時、10時ぐらいの間、10台に1台、時には2台、無灯火で走っている。自動車を運転する立場から言うと、無灯火で向かってこられたら、また特に右左をわきまえず、右側通行左側通行をわきまえずに向かってこられたら非常に怖いし、事故が起きる可能性が高い。目の前に来て気づくことが多い。これについてもうちょっと高槻警察署は真剣に取り締まってくれないだろうか。事故が起きた場合、自動車の方も若干の過失割合を求められることが多い。自動車で右側左側通行を無視する人間はまあいない。 99.99% いない。暗くなって灯火をつけない車もまあまあいない。だけど自転車はその点めちゃくちゃである。その他自転車についてはまあいろんなルールがあるが、
結局厳罰。この間警察庁も赤切符を切ると言っていたが、もっともっと赤切符を切って罰則を適用する、これ以外に少ない人員や予算で効果を上げる方法はない。残念ながら人間は厳罰で警察が取り締まりをやると必ずちゃんと交通規則を守るようになる。なぜ厳罰を持って臨まないのか、警察庁もこの間言うていた。高槻警察署はなぜ厳罰を持って臨まないのか。厳罰を持って警察が臨んでいる、取り締まりに臨んでいるということが分かれば、残念なことだが、アホな人間はやっと法律を守るようになる。この点、大阪府高槻警察署管内のことを名指しで言うて悪いが、もう何回も何回も申し込んだ結果なので、高槻警察署は厳罰をもって伝書してほしい。